皆さんこんにちは、エルザです。今回も黒森蒸気団の続きやっていきたいと思います。さあ第一章ということでね、やっていきたいんですけど、まあどうだろうね、なんか鹿の話になるみたいだね。あれ、こっち行けそう？いや、行けないか。まあまあまあ、ちょっとね、鹿の方ここ渡るためにね、なんか解放しないといけないっぽいんで、左側進めていこうかな。木が枯れてしまう。だって私たちどうしても黒森町に行かないといけないの？本当に道はないの？怒ってる。そしてエルモンか、英子様がこうなってしまったのも全部お前たち人間のせいなんだからな。ごめんなさい、さっきこの村に来たばかりで、ここで何があったのか全然知らないの。あれれ、そういえばどうしておいらの言葉わかるんだ。そうだよ、そうだよ、わかっているでしょ。今さらなんて説明したらいいかわからないけど、まさか普通の人間じゃないのか。そりゃそうよ、キハラちゃんはね、ちょっとぼんやりしてるけど、本当はすごく頭が良くて優しくて不思議な力だってあるんだから。さっき木が枯れてしまうって言ってたけど、それもエイコ様と何か関係があるの？エイカかな。この木の名前は玉咲。この木が花を咲かせるためには天気雨の雨水が必要なんだ。はあ、雨水か。この土地の天候や四季の巡りを司る神様、天気雨みたいな珍しい雨が降るのもあのお方がいればこそだからこそ、英子様が眠りについてしまったから、この木に水をやることはできなくなってしまった。はあ、なるほど。神様の力の源は人間の信仰だ。信仰を失った神様は衰え眠りについてしまう。まあよく言うよね、信仰心にあるかどうかね。数百年もの間ずっとこの土地を守ってきた。でもこの村の人間たちはその恩恵を感謝もしないで、新しい神に信仰を捧げたんだ。新しい神か。お願いがあるんだけど。なんだ？もし天気雨の雨水を手に入れて、この木の花を咲かせることができたら、黒森町への生き方を教えてくれない？天気雨はすごく珍しいんだぞ。手に入るわけないだろう。前に天気雨が降ったのいつ？忘れちゃったよ。そうだ、狐の嫁入りがある時に天気雨を降るんだ。狐の嫁入り、わあ、そうだねって言うよね。この土地の建て先だったかなっていう狐に続くと仲が良くて、この木も玉咲一族から贈られたものなんだ。そのお礼として玉咲一族の読み入りが行われる日、英子様は決まって大魔が時に貴重な天気雨を降らせたんだ。確か数年前に狐の読み入りがあったはずだけど、詳しいことはよく覚えてないな。数年前か。それを知ってどうするつもりなんだ？普通は難しいんだけど、大体の時間が分かればその雨水を手に入れることができるの。おいらはよく覚えてないけど、村の校舎付近に何か手がかりが残ってるかもしれないよ。狐の嫁入りはその辺りで行われたから。はあ、本当に手に入るのか？他の道を教えてくれるなら絶対に手に入れるって約束するわ。英子様の寮に着く前、前よりもこの木のことを気にかけていたんだ。うん、よし、わかった。天気雨を持ってきてくれたおいらが黒森町まで案内するよ。うん。あれたっけ。じゃあ戻るか。さてどうしましょうかね。いや、じゃあこういう昔話聞いたことあるでしょ。常の読み入れを見た者には不幸が訪れる。あるけど、天気網を取りに行くつもり？だって他に選択肢がないじゃない。それにその話って明らかに子供を早く家に返すための作り話じゃない？何よその言い方。苦労して話を考えた人たちは悲しむよ、私みたいにね。ごめんごめん、こうやったらちゃんとあなたの本を買うから、今後の執筆活動を支えるためにね。本当それなら許してあげるわ。そうだ、サインもいるでしょ。いろいろ桐谷先生のサインはもらえたらすごく嬉しいな。すんごい手ごまにされてるよね。たまに子供みたいになるの天然なのかな。
オートセーブが入った。狐の嫁入りは確かに雨が降ってる時ね、急な天気とかで言われるけどね。探し物かい？急に喋るね、君ね。この方喋ったような。おうおう、見覚えのあるジョーちゃんだな。どうやらお困りことがあるようだ。なんか、何か探し物してるんじゃないか？どうだ？違うかい？昔ここで狐の嫁入りが行われたって聞いたけど、いつのことだかわかる？おお、俺に聞いて正解だったな。この辺りの出来事なら数十年間ここに立ってる俺にはわからないことはないぜ。あ、その答えを知りたきゃ俺が出す問題に答えてくれ。うん。外は緑で中は赤い果物。はい、スイカです。ピンポーン。第二問、子供の時は黒いが大人になると緑になる。はい、スイカです。なんだかスイカ食べたくなってきたな。ジョーちゃん、スイカ一玉取ってきてくれるか？いいよ。そうだね、守るのにね。そんなことはどうでもいいさ。畑の主なんて、とうの昔に死んじまってるんだから。スイカを取ってきてくれな。さっきの質問答えよう。いいか、よく売れたスイカを持ってくるんだぞ。はいはい。このでかいやつね。よく売れてるみたいだね。でも誰もいない前にどうしてこんな立派なスイカが？世話する人もいないはずなのに。キャラちゃん、あのカカシ信用できるのかしら？罠でも仕掛けてあるんじゃ。確かにあのカカシはちょっと怪しいけど、少し気になることがあって。本当に何か裏がある可能性もあるけど。お？青空に人骨が出てきた。なるほどね。びっくりしただろ。これぞサプライズってやつだ。そう、人骨だよ。あはははは。お前、へし折ってやろうか、その足。長い間埋められてたみたい。そっか、この人の養分を吸収したから、そのスイカだけこんなに大きくなったのね。人間は肥料じゃないわよ。え？おいおいおい。おいおいおいって。どうしたの？いや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 、人骨だぞ。人間の骨なんだぞ。なんでそうも冷静にいられるんだ。まあ、そうだな。俺もびっくりはしなかったな。おお、渾身のいたずらだってのに。さては、ジョーちゃん、どっかおかしいだろ。普通の女の子なら腰が抜けるに決まってるからな。がっかりさせちゃった？生まれつき、妖怪や幽霊が見えるおかげで、これよりもっと怖いものたくさん見てきたから。うお、面白くない。つまらない、ジョーちゃんだ。ところでずっとここに立ってたな。この骨のこともよく知ってるはずよね。そんな気分じゃないやい。そんなに人を脅かしたいなら協力するわ。え、どうやって？通りかかる人を見つけて、こう伝えるの。あそこのカカシは一人ぼっちが寂しくて、いたずらで人の気を引こうと躍起になっています。どうかたくさん話しかけてください。まあまあ、待って待って待って、おい、本気でそんなことするつもりか？いっそこのカカシに直接書いて、通りかかる人間全員に読ませればいいのよ。わあ、アヒルの卵のくせに、なんとけしからんことを。めっちゃいじられるじゃん。キハラちゃん、そいつの顔に書いてやりなさい。やめてくれ、お願いだ。さあ、いくらでも質問してくれ。俺が何でも答えてやるから。うん、よろしくね。やっぱさ、こう、手ごまにしかったらうまいよね。ちなみに何かアイテムはないね。はい、教えろ。何を知りたいんだ。まずは骨について。そうだな。名前覚えてないんだが、確か駅員の男のものだ。駅員なんだ。駅員って自殺したっていう松山正夫のこと？あー、あれか。な、ここで繋がるんだ。確かその名前だったな。でも、あれは自殺なんかじゃないぜ。すぐそこにある店が松山家なんだが、3年前くらいに数人の村人が押しかけて、松山と何やら揉めていたよ。詳しい内容まで覚えちゃいないが、松山の死は自殺なんかじゃないと俺は確信してる。村人たちに釣り殺されたんだ。どうしてそんなことに？おそらく、なんとかっていう教団が原因だ。あ、間違いない。おぼろぎにだが、てめえ、なぜ俺たちを裏切った？って誰かが叫んだのを覚えてる。裏切ったか。死後、妻は村の共同基地に遺体を埋葬しようとしたんだが、村人たちがそれを許さず、仕方なくこのスイカの畑に埋めたってわけだ。その後、松山の妻は川に身を投げて自殺したよ。一家丸ごと不幸になっちまった。かわいそうな話だよ。なるほどね。まあ何かしらこういろいろあるってことか。爪の弓力はよく覚えてるぜ。大層賑やかな一日だったな。各地の妖怪がみんな集まってさ。
何年前にあったかだけ知りたい。そうか、いつだったかな、春の初めの頃だったのを覚えてるんだが、そういえば同じ年に村の小学校が廃校になったんだったな。はっはっは、廃校か。廃校になってからこの辺りどうも物寂しくてな。はいはい、大体わかった。あの日の盛況ぶり聞きたくないのか。すぐに見られるから。あまあそれはっですよね。それははってなりますよ。ね、ウィンターそこいるんか。違う違う、それはね、違う意味でびっくりしたわ。あ、まあまあそれがホラーよね。あ、そう、これもう一回話聞かないといけない。いや、セーブ入っててよかった。いやー、びっくりしたな。普通にダッシュで、ね、お化けに向かっていったからね。よし、あとは、ないね。覚えてないね。あ、気をつけていくわよ。で、オートセーブ入るんだ。危ない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 。はい、こう。1995。しかも、右側からがもうなんか来てたね。幽霊が消えた？これでもう大丈夫。見落とした手がかりがないか確認しましょう。来年の3月ね。1996だ。来年の春だからね。あー、マジで。ゾッとしたわ。マジでゾッとしたわ。1996年。花ね。これずっとこういう状況なんだね。よし。覚えてる。1996。反応した。じゃあ、あれさ、あの幽霊の正体なんとなく分かったかも。成功したみたい。でもこれが天気雨？なんだか想像と違うような。電話反応しない。他に連射できる電気製品を探さないと。お？なんだって？お、狐様だ。娘がいなくなっただと？ちょっと目を離したすぎにお姿が見えなくなってしまいまして。こんな簡単な仕事も任せられんのか。しかし急に雨が激しくなってきたもんで。娘は花見なんだぞ。花見がおらんで結婚式ができるか、それともお前たちが花見の代わりでもするか。恐れながら棟梁、自分はまだ結婚年齢に達しておりません。黙れバカ者、さっさと娘を探し出すのだ。しかしこのひどい雨ですよ。お嬢様の匂いも消えてしまって。匂いがダメなら目で探せ。隅から隅までな。ものすごい話を聞いてしまったような。そうね。待って、キツネの夢を見た者に不幸が訪れるなら、花嫁のキツネが隙から逃げ出したのを見た者は一封じに殺されるに決まってるわ。早くこの中に隠れましょう。危な。危なかったわね。もし見つかったら木原ちゃんが新しい花嫁にされちゃうかもしれないわ。でも何とか無事に天気雨を手に入れられそうね。さっき外で降っていたのって本当に天気雨なのかな。え？
あの小鹿は天気雨は栄子様から玉前一族へ贈り物ですごく貴重だって言われてたわ。でも外の雨はどう見たってただのにわか雨じゃない。それにさっきの狐の話からすると彼らにとってもこの雨は想定外だったみたいだしね。そうね、確かにおかしいわ。花雨が見つかるまで様子を見ましょう。いつも通り式に行われれば本物の天気雨も降るはず。そうするしかないわね。でも狐の嫁入りに花嫁が逃げ出すなんて初めて聞いたわ。うん、これは本のいいネタになるわよ。まあ確かにね、その視点はないもんな。嫁入りで逃げるわ。まあ狐だからっていうのもあれだろうけどね。カビが生えた手順はっきりと読めないが、はい、あ、手帳か、カビが生えた手帳か。95年10月14日か。12日発見だとしたらこれは松山さんの奥さんの手帳ってことね。どうかしたの？博士が言ってたことに気になって、松山さん本当に村人たちに殺されたのかな。一部の教団ではそういった死刑もしばしば行われていることがあるわ。それに松山さんが殺された時に博士が聞いた、なぜ俺たちを裏切ったっていう言葉。駅の座布団の下に隠してあった暗号の紙では、松山さんは自分で心理天堂のメンバーだと知られるのを恐れているみたいだった。松山さんは鹿島村に、もともとあった教団の信者だったのかな。それなのに心理天堂に入信し毒ガス事件などに関与した。だから他の信者に自殺と見せかけて殺された。うん、そうかもしれないわね。鹿島村の宗教といえば栄子様、木原ちゃん、今はそのことを気にしておきましょう。気にしないでおきましょうか。もしかしたら黒森町で鹿島村のことを聞けるかもしれない。うん、栄子様ね、何やっぱなんか咀嚼音ね何か食べてるわ。あれってスイカじゃない？ご保護、むせたような声。おっ、キツネ逃げたやつこいつだな。ちょっとその小さな鏡餅みたいなのは何？レディに対しては失礼じゃない？私はハタよ。あなたこそ失礼じゃない。すみませんが、あなたはそう見たってただの通行人でしょ？いや、それはないな。それじゃあその頭についてる耳と足元で踏みつけてる白ムクは一体？あらら、隠すの忘れてたわ。あなたが結婚式は逃げ出した花嫁さんですか？私を捕まえに来たの？こう見えても、キツネの、私の爪はすごいのよ。別にあなたを捕まえに来たわけじゃ。じゃあさっきの食べたスイカ、もしかしてあなたのだった？それも違います。だって、スイカ畑の主はもう、とにかく悪意はないので安心してください。あら、そう？それより、あなた人間の匂いがするわね。まさか人間なの？はい。ここまで来られるなんて、普通の人間じゃなさそうね。そうだ、自己紹介をしなくちゃ。私は玉崎静香、木原夏森、なんだっけ、名前も忘れたけど主人公ね。うん、何？なるほど、大体わかったわ。天気雨を降らすのを手伝ってあげる。でもその前に私を鹿島駅に連れて行ってほしいの。結婚式は逃げるの手伝いってことですか？そうよ、木原さんは知らないと思うけど、私全然知らない相手と結婚させられるのよ。玉崎一族はこの土地での地位を固めるために、全く知りもしない老いぼれ妖怪に私を嫁がせようとしているの。はあはあはあ。もちろん、私はそのジジイのことなんて何度も思ってないわ。それに、もう十数人も妻がいるようなやつなのよ。私は結婚したくない。でも私が逃げ出すのを恐れた家族たちは私を監禁したの。大雨のおかげでどうにか逃げ出せたけど、この状況じゃここから脱出するのはほぼ不可能ね。だから木原さん、助けてくれたら私は絶対にあなたに協力するわ。どうしたらいいですか？狐たちは私の匂いをたどることができるよ。でも鳩ちゃんぐらいの大きさになった私を木原さんがカバンの中に入れてくれればいいの。きっと木原さんの匂いが私の匂いをごまかしてくれるはず。ちょっと外にあんなに大勢キツネがいるのよ。
安心して、もしも彼らに捕まったら、その時は諦めるから。それに、キャラさんたちには危害は及ばないよう、鹿だって、何度だってお願いするわ。これでも玉舞一族のお嬢様なんだから、彼らも言うことを聞いてくれるはず。わかりました。手伝います。うわぁ、キハラちゃんってば気を許しすぎよ。聖火泥棒の犠牲をそんな簡単に信じちゃっていいの。でもここから脱出したいのは全員同じだよ。ましてや、外に出るの難しい状況なんだから。キハラさん、本当に頼りになるわ。ハトちゃんもご主人さんを見習わないとね。怒ってるね。だいぶ怒ってるね。すごく気になってることがあるんだけど、天気雨を手に入れてどうするの？英子様を助けたいんです。英子様のため。わかったわ。安心して。あなたたちの身の安全は私は守ってみせるから。木原さん、準備ができたら私に声をかけてちょうだい。はい。準備はまだです。あ、鍵ゲット、駄菓子屋の鍵。これであれだね、多分戻った時に、過去に過去ってか、現在に戻った時にって感じだね。ここ一旦セーブしとこうかな。オート入ったけどね。よし。準備できてないけどな。追っかけ回されるんだろうな。はい、じゃあ行きましょう。妖術で。お前たちはそっちを見張れ。玉崎様、このことをご存知なんですか？ああ、玉崎様はお嬢様に言い出したのを知って激怒しておられるそうだ。もしもお嬢様が見つけられなければ、俺たちはおしまいだぞ。現場で人間の匂いがしたそうだ。まさかお嬢様は人間に誘拐されたんじゃ。それはないと思うが、しかし、もし人間の仕業だと分かったら、どんなにお嬢様が懇願しようが、その場で処刑するよう命じられたって話だ。本当にそこまでするのか？知らないのか？お嬢様は人間の本能せいで堕落したんだ。だから、玉前様は人間をひどく嫌っておられるんだよ。なるほどな。あれ、この家まだ見てないんじゃないか？おい、そこの辺り何をやっとる？棟梁、この家を捜索しようかなと。バカ者、こんな腐った人間の匂いがする場所に娘がおるか、他を探せ。ごめんね、私のせいでこんなことに。玉崎さん、狐たちが話してた本っていうのは？私の一族は昔から人間を嫌っていたの。人間が作ったものも何もかもね。でも私は小さい頃から人間のもの、特に人間が書いた本が好きだったの。そのせいで、父は私を非難し、他の狐には笑われたわ。みんなから見れば私は異類の狐だったの。でも私はそんなことを気にしなかった。人間の世界に行ってみたい。もっと人間のことを知りたいって思って、思い続けてたってことか。そして一族の利益のために私は犠牲にしようとする。この結婚が決まった時、私はようやくここを離れて人間の世界に行くことを決意した。ごめんなさい。元はといえば私個人の問題なの。わがままを言って、キャラさんたちを巻き込んでしまって。やっぱり早く出て行って、こんな茶番終わりにするわ。玉崎さん、人間の世界はあなたが思っているほど美しくなんてない。確かに、私は世間知らずだと思うわ。でも、自分の目で外の世界を見てみないと一生後悔する。木原さん、私の好きな作家さんがこんな書を書いてるんです。私は茨の道を行く。傷つき、頭上には死神が旋回しようと、私は前進したい。この山を越えて行きたいのだ。なぜならそこに広がる景色は美しいからだ。小林川先生の詩ね、私も好きよ。だからここまで来た以上後戻りしないでください。でも木原さん、今あなたが体験してるのは絵空ごとなんかじゃない。外にいる奴らは容赦なくあなたを傷つけるわ。危険を避ける方法があるかもしれません。あまり自信はないけど試してみたいんです。玉崎さん、その腕時計貸してもらっていいですか？いいわよ。今の時刻は午後5時20分。うん、これでよし。確実に成功させるためには、私はこの腕時計をつけておく必要があります。
簡単に説明すると、私は電気製品が持つ記憶を読み取って、特定の時間まで時間を遡ることができるんです。そしてその電気製品自体も遡った時点で存在していた場所へと戻る。もしも危険な目にあったとしても、この腕時計をつけていれば、すぐに記憶を読み取って、午後5時20分の時点まで戻ることができます。そして腕時計をつけている人も一緒にこの部屋に戻ってくるってことね。さすが木原ちゃん。よくわからないけど、木原さんが私が助けるって言ってくれたもんだもんね。私も全力で協力するわ。ありがとうございます。それじゃあ行きましょう。さあ、これによりリセット機能が追加されたと。なるほど。あ、すげえな。単純にさ、まあ、賢い。単純に賢いね。鹿島駅に着くまで気を抜かないでね。はい、タイミングよく雨も降ってるし、気をつけて進めば見つからず済みそう。お、よ、そこな可愛いジョーちゃん。お、カカシさん。ちょっと待ちな。どうやら困ることがあるようだ。何か探し物をしてるんじゃないか。でしょ？え？聖火の下に人骨があるんでしょ？ふん、バカなカカシね。そんなんじゃ驚かないんだから。え？狐の視野は前方半円です。はい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 、見てる方向だけね。この範囲を避けるように移動してください。また見える距離も長いので注意してください。しゃ音にビビるよね。単純にここは狐の森よ。嫁入り行き、行列から出発して結界を抜けて鹿島村まで行くの。あ、さっきの橋が結界の境目になってるわ。妖術で結界を解けば鹿島村に戻れるけど、かなり妖力使うから休んでからじゃないと無理ね。でもこれだけ霧が深ければ早々見つかる心配もないでしょう。短いんですが巡回の頻度が高いです。はーい、すすすす、なんか右あるね。警戒されてると危険ですね。これは何でしょう。あ、ラジオがあるんだ。多分どっかの狐が民家から盗んじゃなくて拾ってきたんじゃないかしら。私みたいに人間のものが好きな狐もいるのよ。でも父はこういうのが嫌いだから全部ここに隠してるんでしょうね。ちゃんと動くみたい。再放送です。黒崎森あり、あ、黒森町夜のニュースをお届けします。まず緊急速報です。劇場毒ガス事件の犯人は依然として不明のままですが、劇団員の一人が自宅で服毒自殺をしているのが発見されました。劇団員、あ、黒森町劇団のところってことか。あ、で劇団員と劇場で関わってくるんだね。お、え、夜になった？昨晩のニュースが流れてたので、電車でその時間まで戻ったんだと思います。本当に便利な機能ね。そうだ、夜の狐火には気をつけて、とても危険なんだから。わかりました。まずはいつでもここで戻ってこられるようにしておきます。じゃあ、ここで、待機地点にしたって。まあ、暗いよ。単純に暗いよ。ずーっと言って。はい。あー。果物並んでるね。多分そういうことだよね。そういうことだよね。いや、あ、ちょ。よし。急に止まった、急に止まった。危な。今のはビビるわ。すー。やば、斧がある。
斧刺さってるけど、なんかあんのかな。よし、危なー、セーブ。なんだかセーフかな。いつでもここに戻ってこられるようにしておこう。いやー大事。わかったな。単純に追っかけられてけやっぱ怖いね。違う緊張感になるもんな、追っかけられるとき。開け札か。これは私たち狐続くの文字なのよ。どういう意味なんですか？心から人間どもめ、我々の土地から出ていけ。だいたいそんな意味ね。抗議したいならせめて人間が読めるように書きなさいよ。行き止まりか。玉崎さん、容量がどれくらい回復してますか？3分の2くらいかしら。すごくお腹が減ってるから。お腹が空いてるか。キツネは泳げないから、そこまで逃げれば追いつけないはず。なるほど。でもそこにいる監視のキツネは朝には目を覚ますわ。昼間に戻るのは危険すぎる。橋を渡れなくできればいいんだけど。で、斧がいるんだ。はあ、なんだろうなーと思ってたけど、斧をゲットして、このままザクってやって、さすがにそれはか、かわいそうすぎるよね。この斧で橋を壊せないかな。こんだけ音してて、起きないのやばいよね。よし、じゃあ念写しますか。イエーイ。すまんな、お父様とお母さんに伝えてちょうだい。二度と帰らないわってね。英子様、英子様、私、人間の世界に行きたい。どうして人間の世界行きたいんだい？人間、すごく面白い。人間、これ、なんだっけ？とにかく面白い。人間の世界行きたいなら、まずは人間と意思疎通ができないとね。一と通って何？ほら、今ちゃんとおしゃべりするのも難しいだろ？それじゃ、人間世界に溶け込むことはできないよ。頑張って勉強するよ。人間のことはもちろん、他にもたくさん勉強しないといけないよ。人間社会での礼儀や知識、生活習慣とかね。でもこの人さ、英子様、鹿のイメージあったけど普通の人間だよね。そういう見た目ってことかな。耳とか角ないしね。そっか、英子様、どうやったら人間のこと勉強できる？人間はね、様々なことを記録して伝承していくのが好きなんだ。それが本というものなんだよ。読んでみたいなら何冊か貸してあげよう。本当ありがとう、英子様。俺知ってたから心配してたのか。なるほどね。英子様、私、人間の言葉をたくさん覚えました。今なら人間の世界へ行ってもいいでしょうか？どうして人間の世界へ行きたいんだい？人間の本を読んで自由と呼ばれるものを学びました。この自由というものを追求してみたいんです。今は不自由なのかい？はい、父は人間のものに触れないといつも私を叱るし、母は私が大きくなったらよその妖怪と結婚させるって言うんです。
それに他の子たちだって私が人間のものを好きだって言ったらおかしなやつだって笑うんです。だから A 子様、私はここを離れて自由を見つけたい。今こうして船を漕いでるのは自由だと思うかい？ここに浮かぶ船は自由だ。どこだって行きたいところへ行ける。しかし、もしこの船がなければどうだろう。あ、船が。本当なら君はたちまち湖に落ちて海に飲み込まれるだろう。人間社会にも生きるための法則がある。魚と水、キツネと大地のようにね。人間社会で生きていくためにはお金、技術、権力といったものが必要だ。今の君は持っていないものだね。そしてたとえこれら全てを手に入れたところで人間社会を生き抜くのは容易なことではないよ。私の知る限り今人間界は経済危機という非常に深刻な事態に直面している。数万もの人々を食べているものがなく買えるところもない。残された道は自ら命を絶つことだけ。だからバブル崩壊した時の話だね。やっぱこの人は人間なんだろうな。それでも君は人間の世界へ行き自由を追い求めたいというのかい？私は。いい子だ。もう少し考えて自分の本当の気持ちが分かったらまたここへおいで。A 子様、見てください。人間界の資格を取ったんですよ。これがあれば私も教師として働けます。教師なんだ。あー、なんとなく分かってきたかも、つながり。そうしたらお金も稼げるでしょ。それに友達もたくさんできました。エッコ様、どうして笑うんですか？この十数年の間、私は君に何度も厳しい助言をしてきた。でも君はとうとう人間の世界に行くという願いを諦めなかったね。どうしてそこまで人間の世界にこだわるんだい？エッコ様、昔の私は好奇心や反抗心からここに飛び出してきた人間の世界に行きたいと思っていました。でも実際に触れてみると人間の世界はそれほど素晴らしいところではなかった。生きるために必死に稼いだり、心を休める時間すらなかったり、愛想笑いをしたり、苦しいことだってたくさんあります。そして気づいたんです。自由とは不自由を代償に得られるもの。しかしその不自由こそが人々を自由に導くんです。人間はそんな自由と不自由という相反するものの狭間で何千年も生き抜いてきた。だから私は人間のことをもっともっと知りたい。A 子様、私やっとわかりました。私はただ自由という結果が欲しいだけじゃない。自由への道のりを楽しみたいんです。それが自分自身で運命を切り開くということだから。もう君に教えられることはないようだね。ありがとうございます、A 子様。私わかってました。A 子様は本気で私を引き止めたいわけじゃないって。でも A 子様のおかげで自分が本当にやりたいことに気づくことができました。君はすでに人の師となったのだ。その心へすべてを春の雨と化し、新たな生命を潤しなさい。はい、 A 子様、必ずご期待にお答え見せます。私また絶対に会いに行きますね。玉崎、君は君自身の海を切り開くことに専念しなさい。私を気にかける必要はない。それに私も間もなく旅立つのだ。A 子さんはどこ行ってしまわれるのですか？遠いところに入ってきますよね。ああ、この長い一生と比べればほんの短い旅のようなものさ。玉崎さん、玉崎さん、大丈夫ですか？ここは？わかりません。燃焼を始めた途端に気を失って、気づいたらこのボートに。ここは、古山水。A 子様の庭よ、どうしてここに？何かに引っかかってるみたいで、さっきから全然進まないんです。このボート、電動式ですよね。もう一度燃焼してみます？ A。はあ、まさかのここに着くんだ。ここは鹿島駅。正確に言うと鹿島駅の屋根の上ね。でもどうしてここに？
考えてる場合じゃないでしょ。この屋根絶対ボロボロよ。あ、まあそうなるよね。まあでも無事に戻ってこれたって感じだね。ふう、天井が低くて助かったわね。床に穴開いちゃいましたけどね。遅かれ早かれ壊れるんだから問題ないでしょう。あ、だからこの穴がってことか。アヒルボートの穴だったんだ。へえ、つながるわけだね。伊原さん、汽車が来るまでまだまだ10分以上あるわ。少し休憩しましょう。はい。そういえば、木原さんたちは黒森町に行きたいのよね。黒森町にはね、少し狭いけど、私の家があるの。今使ってないから、よかったら休むのに使ってちょうだい。家の場所はバスケットコートの隣にあるアパートよ。鍵渡しておくわね。ありがとうございます、高崎さん。黒森町について気になることがあったら、何でも聞いてちょうだい。別れる前に私が知ってることを全部伝えておかなくちゃ。はい、何でも聞いて、劇場、私が住んでたアパートの向かいにあるわ。鹿島の奇跡を記念して建てられた劇場で建設されてから20年になるわね。でも数年前から始まった経済危機によって経営状況はほとんど悪化していった。そして去年、つまり95年に劇場付近で発生した毒ガス事件、それによって劇場はさらなる大打撃を受けたみたいね。あー、なるほど。復旧用に、復興用にその劇場を建てたんだけど、その年にガス事件が起きて、だから人口がそもそもってことよね。人が来なくなったから、お前、なんてことしてくれたんだっていう流れなのかな。確か同じ年に停車した135列車でも毒ガス事件あったんですよね。という2つの事件は連続して起こった。おそらく東京の営団地下鉄毒ガス事件に触発された熱狂的な信者がやったんでしょう。宗教絡みの事件ってことで私もすごく関心があってね、当時積極的に情報収集したの。私の部屋にこの2つの事件について詳しい資料があるわ。はいはい、木原さん興味があったら読んでみて。わかりました。まあ続きは部屋に行ってからって話か。いや、かっこ。私は人が大勢いるのが好きだから黒森町にばかり行っていて、鹿島村についてあまり詳しくないの。歴史がある村だってこと。大正時代に炭鉱によって大きく発展を遂げたけど、戦争が始まったせいですぐ衰退してしまった。戦後は農業に着目したみたいね。鹿島村が採れた果物や野菜は当時日本中で人気があったわ。特にスイカね、すごく美味しいのよ。農業の成功によって鹿島村が再び栄光を取り戻すことができた。これがいわゆる鹿島の奇跡。でも数年前に始まった経済危機の影響で残念ながら鹿島も没落してしまった。玉崎さん、鹿島村人たちは栄子様と死に天道以外の神も信仰していたんですか？その質問に答えられないわ。知ってる？言葉には霊が宿るって。私たち神の名を軽々しく呼んではいけないの。はあ、それがあるのか。もちろん栄子様は優しい神様だからどんな風に呼んでも大丈夫。でも全ての神が栄子様のように善良なわけじゃないわ。神々の名を不用意に口にすれば不幸を招くことになる。だから木原さん、あなたもその神様のことは知らない方がいいわ。まあいろんな神いるよっていう話は、悪い神様なのは間違いないね。今後の計画、東京の高校で国語を教えるのよ。え、本当ですか？そうよ、教員免許を取るの大変だったんだから。天崎さん、本当すごいです。もし東京に遊びに来ることがあったら私のところに顔を出してちょうだいね。はい。あー、一応これでか。じゃあそうだね、結構長くなっちゃったし霧も良さそうなんで、一旦ここで終わりたいと思います。いやー、にしてもさそっくりだよな。なんかそっくりなんだよな。まあ気になるけどね。まあそのあたりは徐々に徐々にだろうな。はい。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。まだまだいろんなゲームの動画や解説、攻略など随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。